はい、こんにちは。ダンサーの内藤です。内藤ダンススクールからやってきました。内藤ダンススクールにおります。今日お会いしてくださるのは、ようこです。毎回一緒の、ようこ先生です。では2回目の完成形をちょっと踊ってみたいと思います。
それでは今回はですね、このリンディホップとはどういうものかということをちょっと解説というか私の勉強した範囲で、見てみたいと思います。僕のですね、ダンスをやってる仲間にですね、リンディホップって知ってるとか聞いてもね、それは喫茶店の名前とか、なんか外人のなんか名前とか会社の名前とか言われるわけですけれどもね、あまり認知度はありません。ただ昔の人の方が知ってるかもしれませんね、年がいった人の方ですね。ここに書いてありますが、リンディホップという名前は全く聞いたことがない方もいらっしゃるでしょうが、ダンスのですね、種類といいますか、こう種目の名称ですね。リンディちゃんがですね、ホップということは飛び回るということですね、飛び跳ねる、ホップするようなこう軽快なねダンスが想像できます。これはですね、実はジャズから生まれた、で、世間に結構この知られている社交ダンスのジルバというのがありますね。この講座でもやっておりますが、それの大元の踊りですね。直接にはですね、これもまたあまり知られてない名前ですけれども、イーストコーストとか、ウエストコースト、イーストコーストと呼ばれる踊りがこのジルバに一番近いのですけれども、それで、イーストコーストにまたこのシャッセですね、開く閉じる開く、トリプルステップとも言いますけれども、こういうのを入れて踊るタイプのものもあるわけですが、これは社交ダンスのジャイブというね、そういう踊りもあるわけですが、そういうふうにですね、イーストコーストに一番近いというような感じなんですね。イーストコーストに発展したとも言えますが、それでですね、少し解説しますと、リンディホップというのはですね、1920年代にショーティ・ジョージとビッグベンという人が創始した始めたですね、激しいダンスで、黒人の間に人気があって、当時取材の際にですね、テレビのレポーターから、これは何という名前のダンスですかと尋ねられた時に、ちょうどその朝の新聞の見出しがですね、チャールズ・リンドバーグ、これは冒険家ですね、が大西洋ですね、海をですね、単独無着陸飛行機で渡ったわけですね、に成功という見出しだったので、半分冗談でですね、彼らが、こいつはリンディホップと言うんだと言ったので、そういうふうな名前がついたと言われております。つまりですね、リンディですね、これはリンドバーグのを短縮した愛称ですね、ニックネームですね。リンディが大西洋をホップしたということですから、先ほど言いましたリンディちゃんがですね、軽快に飛び跳ねているという、こう想像もですね、あながち間違っているとは言えないわけですね。大元はですね、すごく激しい踊りで、1930年代ですね、1930年ということは、100を足すと2030年ですから、本当に、今から100年弱前ですね。フランキー・マニングというダンサーが、考案したこのエアリアルですね、エアーですね、エアーというのは空気という、空中ということですね、エアリアルというのは空中のという意味で、パートナーをですね、持ち上げてこう回したりですね、投げ飛ばすような仕草をしたりですね、そういうアクロバティックなリフトが、そういうのをリフトと言いますね、空中に持ち上げる、多く取り入れられて、取り入れた踊りになってるんですね。大元を理解するにはですね、ここに少し書いておきましたけれども、インターネットでですね、このヘール・ザ・ポッピン、YouTube なので、YouTube ですね、動画ですね、この僕のを見てくださってる人にとっておなじみですけども、日本語でもいいと思うんですけどもね、HELLZAZA ですね、そして POPPIN アポストロフ、ヘール・ザ・ポッピンというのをですね、見てくださると、本当にこの激しい踊りが見れます、大元がね。でも見るとちょっと、ドン引きしちゃうというかね、こんなんちょっとできるわけないな、みたいな、もう本当に体操みたいですね、もうすごいですね、黒人のバネっぽい踊りなのでね。もちろん実際にするリンディ・ホップはですね、ジャイブとかジルバに非常に似てるので、あまりそんなこと、すごい激しいことはしないので安心してほしいんですけども、そういう大元を見るとですね、他のもっと優しい動画もたくさんありますのでね、今解説したことはですね、一応このさらに詳しく勉強したい方はですね、アメリカに住んで見えるこのいちご畑かかしさんというですね、これはペンネームでしょうね、いうののブログいちご畑よりというのをですね、検索していただけるとですね、そこに解説してありますので、ね、そこからちょっと引用させて、非常に勉強になりましたけどもね、それでお願いします。